はございます。8月29日の朝なんですけど、所属している監査法人の事務所に来ました。ちょっと仕事がいっぱい溜まってるんで、頑張ってきます。現在は関西を拠点に、まあ、主に3つの仕事をメインにやっています。1つ目は監査業務、2つ目が経営や会計のコンサルティング、3つ目がタッグ講師の業務ということなんですけども、監査法人のパートナーとしては上場会社2社の監査報告書にも、業務執行社員としてサインをしているので、私も監査をバリバリやっているうちです。でコンサルティングは、クライアントのために原価計算システムの構築とか、販売予算とかセールスミックスのアドバイスをしたり、あとは連結財務諸表を作ったり、英文決算書を作ったり、株価鑑定したり、いろいろやってます。で、まあ、それらの経験をタッグでの講師業務に還元して、受講生の皆さんに楽しく管理会計論を学んでほしいと思っています。おはようございます。8月30日の朝なんですけど、今日も監査法人の事務所に来ました。今日は監査法人の仕事じゃないんですけど、別途受注している英文財務諸表を作るっていう仕事が実は終わってなくて、締め切り明後日なんですよ。だからちょっと割と追い込まれてるんで、今日も一日監査法人にこもって事務所で頑張りたいと思います。それでは英文財務諸表の作成に取り掛かりたいと思いますけど、これはね、あらかじめ下地を作成していたもののチェックなんですけども、これは英文財務諸表というか、まあね、中期です。で、まあ、こういう英文を書くわけなんですけど、私はまあ割と英語が好きな方なんで、こういう仕事もね、受けさせてもらってるんですけど、まあ、皆さんも監査法人とか、あるいは他のね、仕事を始められた時には、ぜひ会計の他にも英語頑張ってみられるといいかなと思います。割とね、こういう仕事も受けるんです。13時を回りました。事務所でのまあ英文財務諸表作成の午前の部が終わったんで、お昼ご飯を食べに出たいと思うんですけど、ちょっと北浜から歩いて堺筋本町の方に出たいと思います。うどん食べに行きたいんですけど、そこのうどん屋さんは私が10年以上前に前職の監査法人で、よく監査に来ていた会社の近くのうどん屋さんなんですけど、私は本当にそのクライアントさんでいっぱい鍛えられました。厳しい、まあ、現場だったんですけども、まあ、そこの思い出が詰まった本屋さんなので楽しみにしたいと思います。すっごく美味しいです。おはようございます。8月31日の朝です。今日は監査法人の仕事でクライアント先に応査しています。期中監査ということで子会社数字をチェックしたりするんですけど、神戸校でね、財務会計論を担当している小関先生も同じ現場なんで、二人で頑張っていきたいと思います。9月1日12時50分、神戸三宮に着きました。これから神戸校に行ってきます。プロの講師である以上、分かりやすい講義をするというのは当然だと思っていて、私はそれだけではなくて、受講生さんが点数を取れるようにするというのが使命だと思っています。なので、しっかり理解してもらう、暗記してもらうというところまで貫くようにしています。質問待機や相談待機では、受講生さんの学習レベルに応じた対応を心がけていて、信頼関係が築けたなと感じた受講生さんとは、まあ、少し耳の痛い話なんかもしたりしますけども、ひとえに合格してほしいという気持ちでやっています。お疲れ様です。神戸校の質問待機終わったんですけどね、本当は今から元町の中華街とか、それからガード下に食事飲みに行ったりしたいんですけど、今日は英文財務諸表が終わってないんで、自宅に帰って続きの採用をしたいと思います。三宮城のホームなんですけど、ここいつもガード下から焼肉の匂いがしていいですよね。で、これなんです。サンライズセット、夜12時過ぎに三宮駅を出て、翌日の7時過ぎに東京駅に着く寝台列車なんですけど、これで東京出張に行くのが自分としては最高の贅沢で、本当に幸せですね。最近乗れてなかったんですけど、日吉校の足立先生に会いに行くときに、この間これで出張しました。また乗りたいです。
9月2日18時30分京都校での授業が終わったんで、これからちょっと飲みに行きたいと思います。ここは四条通りですね。京都校で授業が終わって飲みに行こうってなった時に、まあ、京極とか裏寺町とか本土町とか祇園とかいろんな候補はあるんですけど、まあ、ちょっと祇園の店は、まあ、一応私の隠れ家なんで、まあ、今日は行かないとしてちょっと、他の店でね空いてるところ洗ってみたいと思います。1軒目京極の店にトライしてみますけど、空いてるかな。空いててくれ。あ、行けそうじゃない。一人だし行けるかも。待ってないので行ってみます。ああ、よかったですね、一人飲み。やっぱ一人飲みの時はサクッと江戸っ子みたいに飲むということを心がけてます。まあ2軒目とかも行きたいんですけど、今日はおとなしく帰ろうと思います。本土町ですね。行きたいけども行ってしまったら夜がなくなるんで今日はやめときます。鴨川の川床やってますね。9月だけども今年は行けてないんで、どうでしょうね、来年は行きたいな。等間隔名物です。祇園の交差点でこっから先足を踏み入れると夜がエンドレスになるんで、今日はこのまま京阪に乗って帰ります。おはようございます。9月5日の朝9時過ぎです。今日は今から新しい仕事の、打ち合わせについてウェブ会議で先方さんと1時間ほどお話をしたいと思います。そのために事務所の会議室に来ました。それが終わってから、週末にある入札監視委員会という個人で受けている仕事の準備をしたいと思います。今日も忙しいんで頑張ります。大阪の御堂筋を歩いてます。ここ歩くとビジネスパーソンって感じしますよね。今日は午前中は新しい仕事のミーティングをしてたんですけども、それが割と話がすんなり進んで、それの資料をどんどん作成してて1日が終わってしまいました。他の仕事が全くできなかったんですけども、新しい仕事の話は嬉しいですね。頑張りたいと思います。本当に燻製マヨネーズ。燻製スイレモン。おいしい。マヨネーズってビールで変わりますよ。ちょっと変わりますよ。めちゃくちゃ変わる。内臓脂肪気になる人、高血圧気になる人、なんか一緒の人ちゃう。誘導資産が、ね、1574億から1677億になってるから、誘導資産が、まあ、100億増えてますよね。じゃあなんで増えたんかなと内訳見に行ったら、なんでしょうね、原料が増えてるねと。原料がまず104億が135億になってるから、原料が30億円ぐらい増えてるなというのも分かるし、あと小製品が、ね、182億から208億になってますから、小製品も20億になってるから、あ、結構在庫増えてるなって感じですね。まあ、在庫増えると結局キャッシュフローにその点では悪影響を及ぼしますから、なんてことも分かると。会計学は仕事の学問なので、
理論と実務のせめぎ合いの中で生まれてきた、ある意味妥協の産物のような内容が多くあります。なので学生さんのようにあまり仕事をしたことない人にとっては理解しづらい点も多くあると思います。この点、公認会計士である実務課の講師は理論と実務の両方に精通しているので、具体例なども挙げながら受講生さんにとって楽しく理解しやすい無駄のない講義ができると思っています。9月7日15時30分。結局、明日の入札審査のための準備、今日になってしまいました。読み込むのは大変ですけど、あとちょっと頑張ります。9月8日14時。動物園の向こうに通天閣があって、アベノハルカス。そう、今日は天王寺にやってきました。これからこの近くの大学で入札監視委員会というものに参加します。行ってきます。入札監視委員会っていうのは、大学が設備投資をするときにきちっと入札してるかなっていうのを事後的にチェックする、そういう委員会なんですけど、委員には会計士である私の他に、弁護士さんとか他の大学の施設部長さんとかがいらっしゃって、いろんな考え方に触れることができるので、私たちは非常に勉強になるありがたい機会だなと思いながら仕事してます。内部統制なんかの知識を使ったりして、判断したりします。入札監視委員会終わりました。こういう仕事はね、あら探しじゃなくて次の改善につなげられるような指摘ができるといいですよね。それなりにいい指摘ができたと思うんで、今から晩ご飯食べに行きたいと思います。天王寺に来たらいつも思うんですけど、昔未成工事資金の監査であのマンションのヘリポートに上がらせてもらったんですよね。会計士はそういう仕事もあります。天王寺に来たらここに寄らずには帰れません。明治屋さん、本当はいっぱい引っ掛けて帰りたいんですけど、今日は夜事務所で会議なんで食事だけいただきます。美味しかったですね。店内写真撮影禁止なの忘れてて、今日は日寿司と、それから揚げ出し餅と、ポテトサラダと、シューマイをいただきました。また来たいと思います。合格したら希望者は一緒に行きましょう。おはようございます。今日は事務所に来ました。今日は監査計画を立てたいと思います。大変ですけど頑張ります。ランチも終わったので、これから事務所に戻って午後の作業を続けたいと思います。おはようございます。9月20日の朝なんですけど、今日は急遽平日休みになったので、滋賀県の伊吹山に一人でハイキングに行ってきます。思いつきなんで京都駅からレンタカーで来ました。行ってきます。今日は曇ってて立山まで見えないですけど、やっぱり北アルプスはすごいですね。山は気持ちいいです。今日はあいにくの天気でしたけど、また来たいと思います。ちょっと天気マシになってきたかな。山を見ながら降りるのも気持ちいいですね。9月22日
仕事終わりました。今日は会社の人と連結キャッシュフロー計算書の作り方について、まあ、協議をしてきたんですけど、結構いい話ができたと思います。お疲れ様でした。9月30日の朝です。これから、仕事とアーティストのライブを兼ねて関東の方に行ってきます。大阪国際空港まで来ました。楽しみです。私も受験生の頃は合格できるのかなとか、合格したとして楽しい人生になるのかなとか、日々不安に思っていました。でもいざこの公認会計士の仕事を20年近くやってきて本当に良かったなと思っています。監査、コンサル、講師業などを通じて本当にいろんな人と出会えるし、仕事を選べるし、高い社会的地位とか収入があります。皆さんぜひ合格して公認会計士として活躍してください。羽田着きました。ショートフライトでしたけど、結構富士山とか南アルプスとかが見えて、感動しました。やっぱり人間感動するっていいですよね。私も講義では毎回1回はどっかしら感動してもらおうと思ってやってるんですけど、これからもそういうつもりで頑張りたいと思います。